興味を示してくれたようです。ティッシュ突撃。あまり反応を示してくれません。以前こたつのテーブルにティッシュを置いていた時に、イコちゃんが勝手によじ登ってティッシュをですね、食い散らかしてしまったことがありました。手をこっそり出してきます。野生の動物の目つきになってますね。再度乾燥した人参で挑戦してみます。完全なノーリアクションですね。じゃあこれはどうですか。おっと、食べちゃいましたね。それではウサギのイコちゃんの食事タイムです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。